オレグ・ペトロビチ・コロリョフは、ソビエト連邦及び、ロシアのソ連共産党官僚、政治家、臨政官。1998年から2018年まで、リペツク州行政長官を務めた。リペツク州出身。林業大学通信課程、ロストフ高級等学校を修了。1973年、ペツク州ドリコルーコボチ区、森林管理官となり、その後、 ドルゴルコボー畜党医副議長、初期を歴任し、同時にサラトフ大学通信課程を修了。1978年から1984年まで、コルホーズ、パミアーチリーチャに勤務。1985年ドルゴルコボー畜頭、第2初期。1987年ドブリンカ畜頭、第1初期。1989年レーニンスタジアムで開催された。 民主同盟に参加。党の職責を辞し立別区開発総支配人となる。1990年立別区州人民大議員に当選、議会内では農業委員会に所属する。1991年ソ連8月クーデターを受けてソ連共産党を離党した。以後、2003年まで無所属。1九十二年五月立別区議会議長に選出され、 1998年に行政長官に就任するまでその地位にあった。1993年11月新設されたロシア連邦議会上院連邦会議大議員に選出される。上院では予算、財政委員会と農業政策委員会に所属した。1996年1月上院議員に再選。エゴールストロー F 上院議長の下で副議長を 勤めた。1997年ロシア政界におけるマン・オブ・ザ・イヤーに選ばれる。1998年4月12日、立潔区州行政長官選挙で79.38%を獲得、現職のミハイル・ナ・ローリンを下して当選した。2002年4月14日再選。2018年10月2日に行政長官を退任した。ありがとうございます。